自分と戦ってる君へ。調子はどうだい？君のことだから周りは前に進めてるのに自分はダメだなんて自分を責めてるんじゃないかな。そんな気がしてこの手紙を書いています。私は頑張れてないからもっと頑張らなきゃ。君はそういうことが多いけれど僕はそうは思わない。僕は君の全てを知ってるわけではないけれど少なくとも僕には頑張っているように映ってる。もしかしたら君の周りの大人が〇〇はもっと頑張ってるなんて誰かと比べてくるかもしれないけど気にしなくていい。努力の量なんて人と比べるものじゃない。君は君のペースで行こう。そしてたまには息抜きもするんだよ。誰かと遊んでもいいし一人でぼーっとしてもいい。とにかく自分のために自分のしたいことをする時間は必ず作ってね。もっと頑張らなきゃ。この思いが焦りから来ていないか心配になるけどそんな向上心を持っている君が好きです。けれど私は頑張れてないからと自分の努力から目を背けるのは嫌なんだ。勉強、特に受験は自分との戦い。自分に厳しくして自分に優しくする。自分を追い込んで自分を褒めてあげる。バランスよく自分と向き合ってね。そして合格発表の日に君が笑うことを願ってる。たくさん悩んでよかった。頑張ってきてよかった。そう思えるように今日も頑張ろう。応援してる。いや恥ずかしいね。恥ずかしいけどなんか感じてくれたらいいね。これどうしようかな。いる誰か。いる人がいたら連絡ください。お待ちしてます。